はい、どうもこっちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちはじゃないな。違いますね。時間は、はい、今日はですね、違う、今日は1月の、20日ですね。20日です。ちゃう、19ですね。ちゃう、日曜日やから19です、今日は、うん、はい。で、時間がですね、6時35分です。今日は珍しく僕、日曜日休みです。はい、はい、今日はね、お休みなんで、小太郎くんと一緒に、うん、トイザラスに行ってきました。はい。そして買ったのはこちらですね。じゃん、仮面ライディングディケードプログラスキー。買いました。昨日発売やったらしいですね。うん、はい。ディケード好きの小太郎さんとしてはちょっと買わずには折れないというような商品でした。買ってみました。じゃあ早速ですね、これを開けてみたいと思います。はい。こちらのゼロワンドライバー。うん。うん、セットします。ゼロワンドライバーもあるし、何だっけ、カバン、アタッシュカリバーと、アタッシュショットガンとあるんでね、ちょっと入れたらどんな感じなのかね、一回ちょっとやってみたいと思います。いいですか。はい、待ってね、今ちょっと開けてるんですけど、片手じゃ別の袋、片手でちょっと非常に開けづらいということで、よいしょ。はい、はい、じゃん、絶縁テープ取ってくださいね。絶縁シートか。絶縁シートをビシッ取った。で、取って、じゃあまずボタン押してみて、どんな音する？こっち見して。お、色は印刷面が白ですね。後ろのボディの方はピンクじゃなくてマゼンタですね。デストロイ、かっこいい。もう一回して。ディケイド、アベルティ、もう一回で。デストロイ。あ、カシュンって言うで。うん、もう一回で。カシュン、あ、これあれな、仮面ライド。あの、この、あれやな、うん、スキャンする時の音やな。仮面ライダー、ディケイド、変身ベルトのカードをスキャンする時の音ですね。プキュン。で、それを、じゃ早速、ゼロワンドライバーに入れてみたいと思います。まずちょっとスキャンしてみてよ。スキャンするところはどこ？ここ、ここです、ここです。ここです。こう。デストロイ。かっこいいな、デストロイ。なんかやってます。いきます。うん、デストロイヤー、ワールドワー、仮面ライディングインパクト。言いますね、言いますね。ジオ版もあったんですけど、ディケイド版も買いました。ライディングホッパーかしら。ちょっとちょっと、テラインパクト。全然見えません。ね。どうぞ。こっちゃんの手で見えない。どうですか、ディケイド。ディケイドの、なんだっけ、プログライズキーは。どうですか。いいです。いいですか。仮面ライディングディケイドインパクト。いいですね。じゃ次はそっちのカバン、カバンとか入れてみる？カバンとか入れてどうなんだろうな。カバンとか入れたらどうなんのかな。入れてみて。はい。
ちゃうな、これ入れるの難しいよな、ここやで。ちょっと待って待って、こうか。Decade ability。カシュン。カマンダイナミック。仮面ライディングカバンダイナミックって言ったな、今。カバンスラッシュ。なんで音でな。なあ。パパパパパだよな。こっちにな。うん。ゼロアン、ディケード入れてみようよ、まずちょっと。ディケード。ゼロぐらい好き。どうやって出んねや、これ。これか。これ入れてみて。で、これを仮面ライディングチャージ開けて持っとくから。仮面ライディングフォーチャージ、はい、お願いします。いけい、仮面ライディングカバンバスター、カバンバスター、仮面ライディングカバンバスター、はい、そんな感じですね。そんな感じですね。もう一回押してみるとどうなのかな。カーバンショーカーバンショーですね。はい、じゃあというわけでこんな感じですね。こちゃんが持ってるおもちゃでは仮面ライディング、あれ、仮面ライダーディケイドのプログライズキーはこんな感じの動きをします。ですね。はい、じゃあこうちゃん、というわけで今日は小太郎くんがお年玉で仮面ライディングディケイドプログライズキーを買いましたというお話でした。じゃあじゃあのアデュー。